ドンピシャに最後は加藤大輝の頭です。自ら持ち上がって右を使います。クロス決まった、勝った。金子から勝田へのホットライン、金沢先制。そうですね、打ってますよ ね、 さあこのボールがピンチになった。さあチャンスになった、ゴール決まった。金沢先制、前半の33分、14番の金子、セランデスからのボールを奪って先制ゴールなんですけれども、さあ今日は1点を失う、あっとこれはピンチになった。左足のシュートが決まった、金沢2点目、山根今シーズン4ゴール目。後半の43分、パスミスか。さあ金沢ボール、山根右を下、キュアレのシュート決まった、ゴール。キュアレの同点ゴール。思わず柳下監督も拍手。ミスター通言金沢、キュアレ翔平ゴールを決めました。今シーズン2ゴール目。さあリプレーです。この角度からの清原選手のシュートは何回も見ましたけどね、いいシュートでしたね。